こねにゃちは、シンバです。2024年6月のガンプラや30ミニッツシスターズなどの新発売と再販情報。6月2日更新、再販日納品日確定版です。再販予定に関しては、バンダイからの正式情報はなく、ネットの情報によるものですので、ご理解よろしくお願いいたします。2倍速機能や概要欄のアイテム別チャプターをご活用ください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。2024年6月のガンプラの新商品は、ハイグレードが1アイテム、ガンダムサイド F 限定のハイグレードが1アイテム、オプションパーツセットガンプラが3アイテム、マスターグレードが1アイテム、SD ガンダム関連が1アイテムの合計7アイテムです。また、ガンプラ以外の新商品は、30ミニッツミッションズ関連が2アイテム、30ミニッツシスターズ関連が2アイテムの合計4アイテムです。2024年6月の再販予定は、ハイグレードが48アイテム、オプションパーツセットガンプラが1アイテム、リアルグレードが8アイテム、マスターグレードが12アイテム、パーフェクトグレードが2アイテム、SD 関連が10アイテムの合計81アイテムです。また、ガンプラ以外の再販予定は、アクションベースなどが8アイテム、ハイグレードが2アイテム、リアルグレードが2アイテム、30ミニッツミッションズ関連が13アイテム、30ミニッツシスターズ関連が14アイテムの合計39アイテムです。それでは発売日の順に各アイテムを早速見ていきましょう。ここから2024年6月6日木曜日、再販予定です。RG ガンダムエピオン、発売2023年9月、税込み4620円。股関節にロック機構を採用し、変形と可動を両立、肩アーマーが展開し、両手でビームソードを振り上げる力強いポージングにも対応。モビルアーマー形態では角と口が開き、表情演出が可能。ヒートロッドにはアドバンスド MS ジョイントを採用し、ビームソードとマウントラッチをつなぐケーブルはリード線を採用。SD ガンダム EX スタンダード、シナンジュ、発売2017年3月、税込み660円。HG シリーズとの互換性を備え、パーツ交換によるカスタマイズが可能。SD ガンダム EX スタンダード、エールストライクガンダム、発売2016年7月、税込み660円。HG シリーズとの互換性を備え、パーツ交換によるカスタマイズが可能。SD ガンダム EX スタンダード、ガンダムエクシア、発売2016年7月、税込み660円。HG シリーズとの互換性を備え、パーツ交換によるカスタマイズが可能。SD ガンダムワールドヒーローズ、ドミナントスペリオル、ダークネスドラゴン、発売2023年3月、税込み1320円。30ミニッツシスターズ、水転写式デカール汎用1、発売2022年7月、税込み660円。別売りのオプションパーツシリーズに付属の無塗装フェイスパーツに使用して、キャラクターの表情を豊かに表現可能。主にビシェッタ、ティアーシャ、ルルチェベースのアイプリント。30ミニッツシスターズ、水転写式デカール汎用に、発売2023年8月、税込み660円。別売りのオプションパーツシリーズに付属の無塗装フェイスパーツに使用して、キャラクターの表情を豊かに表現可能。主に、アルカカルティ、ファルファリーナ、リリネル、ダラネルベースのアイプリント。ここから2024年6月8日土曜日、新発売です。ガンダムサイド F 限定。HG、ジム3、アクシズショックイメージカラー、発売2024年6月、税込み1980円。劇中でのニューガンダムに加勢して、アクシズを押し返そうとするシーンをイメージしたメタリック成型色で立体化。ポリキャップも新規成型色。バイザー部はクリアパーツで表現。ここから2024年6月10日、月曜日、再販予定です。HG、ガンキャノン、箱番号190番。発売2015年6月、税込み1320円。広い可動域により、迫力のアクションを再現。腹部の可動により、前屈が可能。かかとは接地性を高める構造を採用。握り手のほか、ポージングの表情を豊かにする平手パーツも付属。機体番号108、109、203のマーキングシールが付属。HG、シャア専用ザク2、箱番号234番、発売2020年7月、税込み1760円。モノアイは、頭部裏側の操作リブで稼働し、腕は上腕部も前腕部も稼働。腰部の可動域をさらに広げる軟質素材パーツを同梱し、プラパーツと軟質素材パーツの選択式、3種の武器は、腰部に転化可能。HG、ガンダム GP01 ゼフィランサス、箱番号13番、発売2000年8月、税込み1320円。ゴアファイター2のドッキングギミックはなく、ディスプレイモデルが付属。武器はビームライフル、90mm マシンガン。
ビームサーベル、シールドが付属。初期の HG なので、カメラアイやビームサーベルはクリアパーツではありません。また、シールドも色分けはなく、ホイールシールによる表現。HG、ガンダム GP01、フルバーニアン、箱番号18番、発売2000年12月、税込み1650円。胸と肩部のバーニアはオープン状態を再現。肩アーマーは前後に稼働。コアファイター2のディスプレイモデルは宇宙仕様を細部まで再現。バックパックのブーストポットはポリパーツを使用してフレキシブルに稼働。武器はビームライフル、ビームサーベル、シールドが付属。HG、ガンダム GP02A、サイサリス、箱番号66番、発売2006年7月、税込み2200円。アトミックバズーカは右肩のキルとシールドに収納された防振の連結ギミックを再現し、フライング形態時も構えることが可能。付属のディスプレイスタンドと本体をつなぐジョイントパーツの差し替えで、ガンダム GP01、フルバーニアンとの対決シーンを再現可能。HG、ジム会、箱番号113番、発売2010年8月、税込み1320円。武器は 90mm マシンガンとハイパーバズーカが付属。手首パーツは、右手の武器持ち手、左手の武器受け手に加え、左右の握り手と平手が付属。マーキングシールも付属。HG、100式、箱番号200番、発売2016年8月、税込み1980円。ゴールドの装甲をメタリック成形色で再現し、カメラアイはホイールシールにより通常、デュアルアイ、操作性の3種類から選択式、クレイバズーカはバックパックに喧嘩可能。HG、デルタプラス、箱番号115番、発売2010年9月、税込み2420円。ウェーブライダー形態を差し替え変形で再現。可変機であることを感じさせないプロポーションと、モビルスーツ形態でのポージング性能。頭部ではクリアパーツを採用。HG、ゼータプラス、ユニコーンバージョン、箱番号182番、発売2014年7月、税込み2640円。一部専用パーツなどの差し替えで、ウェーブライダー形態への変形を再現。両形態での安定感とプロポーションを追求。打足ですが、初期生産分には、成形2箇所とパッケージアートの誤りがありました。興味のある方は、一度調べてみてくださいね。HG、ジェスタキャノン、箱番号152番、発売2013年2月、税込み2200円。特徴的な両肩のビームキャノンと4連マルチランチャーは、上下の可動ギミックを搭載。武器やハンドパーツは、ノーマルのジェスタへの換装も可能。HG、スタークデガン、箱番号104番、発売2010年2月、税込み2200円。特徴的なミサイルポットとアーマーを再現。一部パーツは取り外し可能。ロンドベルタイマーク、機体番号シールが付属。ユニコーン序盤のクシャトリアとの激闘シーンは必見です。HG、ローゼンズール、箱番号149番、発売2012年12月、税込み3080円。バラをモチーフとした特徴的なフォルムとボリューム感を忠実に再現。インコムやサイコジャマーなどアクションギミックも多彩。様々なポージングが可能。背部にある2機のバインダーは開閉可能。インコム用台座が付属。HG、ガンダムエアリアル、発売2022年10月、税込み1430円。シールドは11のビットステーブに分離して機体各所に接続可能。シェルユニットはインモールド成形パーツやクリアパーツとの組み合わせによる再現で、発光状態と非発光状態の選択式。粘着面に絵柄が印刷されたダブルサイドシールは、透明パーツの内側から貼ることで透明感と奥行きを再現。RG、ハイニューガンダム、発売2021年9月、税込み4950円。各関節の可動と連動して、装甲がスライドするマルチリンクギミック搭載。各部アーマーをスライドさせ、メカニカルな内部フレームを露出させることが可能。腰部アーマーには接続ジョイントを搭載し、脚部可動を阻害しない設計。脚部が広範囲に可動し、膝をしっかりと設置可能。マスターグレード、ガンダム F91、バージョン 2.0、発売2018年5月、税込み4400円。頭部は、フェイスオープンギミックを搭載した頭部と、非変形の2種が付属。ベスパーは展開可能で、ビームランチャーや、ビームシールドなどの武装も付属。腹部には、別売りの発光ユニットを取り付け可能。マスターグレード、デスティニーガンダム、発売2007年10月、税込み5280円。高エネルギー長射程ビーム砲は、展開時に全サーブがせり出すギミックを搭載。ビームライフル、シールド、ビームブーメラン、体感灯アロンライト、高エネルギー長射程ビーム砲などの武器が付属。新アスカ、ステラルーシェの100分の1、スケールフィギュア、専用スタンドが付属。
マスターグレードガンダムキュリオス発売2020年5月、税込み5500円。ハンドパーツ部分はアニメと同様の変形機構を再現。腕部のジョイントに接続する GN ビームサブマシンガンは交換可能。無線グリップは設定通り2つの武器に取り付けが可能。 GN シールドは展開可能。さらに接続部が回転することで様々なポージングが可能。 GN ハンドミサイルユニットは腕部にも装備可能。アクションベース4クリア発売2017年12月、税込み660円。100分の1スケールに最適なサイズ感で、組み立てにはドライバー不要。支柱と台座が3枚付属し、支柱は連結して長くして使用することも、分割して2つにして使用することも可能。多彩なジョイントパーツも付属。HG バーグラリードック発売2024年5月、税込み3850円。ローラーダッシュや膠着機構、アームパンチを再現可能。バーグラリードックならではのトランプルリガーやドロッパーズホールディングガンは展開。ターレットレンズは 3D メタリックシールを採用し、左右のスライドと回転が可能。ヘビーマシンガンと 3mm ジョイントとの互換性を高めるカスタマイズ用外装パーツが付属。 RG 汎用人型決戦兵器人造人間エヴァンゲリオン正規実用型2号機先行量産機発売2020年9月、税込み4950円。膝裏の沈み込む構造が脚部可動時の走行パーツ同士の干渉を軽減。開脚時には筋肉をイメージした内部パーツが連動し自然な立ち姿に。2号機用のプログレッシブナイフは新規造形。サンダースピアは折りたたみギミックを搭載。武装専用のハンドパーツが付属。30ミニッツミッションズオプションパーツセット11大型キャノンアームユニット発売2023年1月、税込み968円。30ミニッツミッションズオプションパーツセット15発売2024年1月、税込み968円。2種類の大中小の丸型バーニアが2セット、四角型のバーニアが2セット、ダクトパーツが2セット付属。カスタマイズに欠かせないマルチジョイントがセットになったランナーも2種類付属。30ミニッツシスターズララネル発売2022年12月、税込み2750円。全高約 125mm のシリーズ最小サイズ。胸部、腹部、腰部の胴体が T 型の新規造形で地面にペタッと着座可能。別売りのリリネルと合わせればフル装備状態に強化できるほか、交差する視線や手をつなぐ演出も可能。ここから2024年6月13日木曜日、再販予定です。HG ドム、リックドム、箱番号59番、発売2006年1月、税込み1870円。バーニア、スカート、足の裏のパーツの交換でリックドムになるコンパーチブルキット。バズーカはジャイアントバズーカ、ビームバズーカの2種が付属し、背後にはヒートサーベルを収納可能。HG ジオ、箱番号36番、発売2002年12月、税込み2640円。フロントスカート裏の隠し腕を再現し、ビームサーベルを持つことが可能。バックパック裏側のディテールも細かく再現。武器はビームライフル、ビームサーベルが付属。HG、ハイニューガンダム、箱番号95番、発売2009年6月、税込み2420円。機体やシールドのカラーリングは、パーツ分割により組み立てるだけで再現可能。ピンファンネルは各部可動、ファンネルラックへの着脱も再現。ビームライフル、ビームサーベル、ニューハイパーバズーカ、シールド、ピンファンネルが付属。オプションパーツセットガンプラ01エールストライカー発売2024年5月税込み1210円。完全新規造形で別売りのエントリーグレードストライクガンダムやその他 HG アイテムにも対応可能なジョイントパーツ、バズーカやグランドスラムなどの武装も付属。ちなみにこちらとエントリーグレードストライクガンダムライトパッケージ550円を組み合わせると合計1760円で、ハイグレードエールストライクガンダム1430円よりも330円高くなりますが、ハイグレードにはグランドスラムやバズーカが付属しません。RG エールストライクガンダム発売2011年4月、税込み2750円。ナイフであるアーマーシュナイダーが2つのほか、ビームライフル、ビームサーベル、シールド、同スケールの立ち状態のキラヤマトのフィギュアが付属。マスターグレードガンダムデスサイズヘルエンドレスワルツ発売2011年2月、税込み4950円。トリプル XG フレームを採用。ちなみにトリプル XG フレームとはウイングガンダムゼロから派生した5体のガンダム、ウイング、デスサイズ、ヘビーアームズ、サンドロック、
ジェンロンのうちウイング以外の非変形4体に対応するための新たなフレームです。アクティブクロークに新ギミック搭載、羽ばたく姿やクローズ状態を自然に再現可能。アクションベース4ブラック発売2017年12月、税込み660円。100分の1スケールに最適なサイズ感で、組み立てにはドライバー不要。支柱と台座が3枚付属し、支柱は連結して長くして使用することも、分割して2つにして使用することも可能。多彩なジョイントパーツも付属。30ミニッツシスターズファルファリーナ発売2022年6月、税込み3300円。肌の色はティアーシャと同じカラー B で、表情と武装手足の成型色を変更し、さらに武装パーツを充実させたティアーシャの豪華版のようなキット。簡易版のディスプレイスタンドも付属。30ミニッツシスターズオプションパーツセット6チェイサーコスチュームカラー A 発売2023年2月、税込み1650円。同タイプのオプションボディに加え、レッドのミディアムヘアスタイルパーツとマスクパーツ、さらに無印刷のフェイスパーツと頭部パーツもそれぞれ2つずつ付属。ここから2024年6月15日土曜日新発売です。30ミニッツミッションズバスキーロットブラウン発売2024年6月、税込み1628円。最多の 3mm ジョイントを搭載、 C タイプジョイントが組み込まれたバックパックは展開が可能。武装はライフルとシールドが付属。シールドは両面に複数の 3mm ジョイントを搭載。ボリューム感のある造形ながらも膝立ちが可能。新デザインのロイロイが付属。分解し頭部へのカスタマイズも可能。30ミニッツミッションズオプションパーツセット16アームユニットレッグユニット1発売2024年6月、税込み1188円。筒状のアームパーツを組み合わせてロケットランチャーが再現可能。ハサミ状のアームパーツは開閉が可能。その他、重装感あるレッグパーツやバーニア状の足先のレッグパーツ、シーリング形状パーツ、新規造形のヘッドパーツやボディーパーツ、ジョイントパーツが付属。ここから2024年6月17日月曜日再販予定です。 HG ジャン箱番号197番、発売2016年5月、税込み1320円。リバイブ版で手首をはじめ腕や足に二重関節を採用し、ビームサーベルの突き出しなど躍動感あふれるポージングが可能。専用ビームサーベルにはクリアパーツを使用し、専用シールドは細かな色分けを成型色で再現。ガンダムデカールナンバー38 HGUC144/1 ジオン軍モビルスーツ用産、発売2007年7月、税込み440円。4色大小のジオン軍エンブレムや随マット社ロゴに加え、ドム、ジャン、ジオング用の各種デザインが付属。ガンダムデカールナンバー39 HGUC144/1 ジオン軍モビルスーツ用4発売2007年7月、税込み440円。4色大小のジオン軍エンブレムに加え、ザクアン、ザクツ、フフ、ゲルググ用の各種デザインが付属。HG ズゴックエクスペリメント箱番号39番、発売2003年8月、税込み1320円。腕足の蛇腹部分は節ごとにパーツ分割、物合いにはクリアパーツを使用し、両手の爪は可動式、背部に取り付け可能なジェットパックが付属。名前の最後の E ちゃんとエクスペリメントって読めましたか。ガンダムデカールナンバー53機動戦士ガンダム WOAT シリーズ汎用1発売2008年8月、税込み440円。ハイグレードガンダム NT1 ガンキャノン量産型ジムコマンドジム寒冷地仕様やマスターグレードガンダム NT1 をはじめ、 WOAT シリーズ連邦軍のエンブレムなどが付属。ガンダムデカールナンバー54機動戦士ガンダム WOAT シリーズ汎用2発売2008年8月、税込み440円。ハイグレードケンプファーギルググイエーガーズゴックエクスペリメントリックドムツバイザク2体ハイゴックやマスターグレードケンプファーなど、 WOAT シリーズジオン軍のエンブレムなどが付属。HG89式ベースジャバー箱番号158番、発売2013年6月、税込み1100円。裏面のタンクを取り外すとモビルスーツ搭載面が露出、モビルスーツを両面に搭載可能。ランディングギアやフットレストなども再現、各種アクションベースにも対応し、空中でのディスプレイが可能。HG 知らぬい暁ガンダム発売2006年1月、税込み2640円。全身金メッキパーツで再現、片部にダブルボールジョイントを採用。手動部
軸にはディテールを追加。スラスターやドラグーン基部が稼働するバックパックのドラグーンは全て着脱可能で、攻撃形態を演出するビーム発射形態も再現。ビームなぎなた、ビームライフルはサイドアーマーに装着可能。HG、大鷲暁ガンダム、発売2006年4月、税込み2640円。機体の金色部分は金メッキで再現。大鷲に装着されているビームキャノンはカバーをスライドさせるとグリップがせり出し、発射形態に変形。脇下を通らせ前方に構えることが可能。大鷲は単独で戦闘機形態に変形可能。ビームライフル、ビームなぎなたはサイドアーマーに着脱可能。暁、大鷲のガンダムデカールが付属。HG、ガンダムアストレイ、レッドフレーム、フライトユニット装備、発売2013年8月、税込み1870円。フライトユニットは脱着式で、ノーマル状態も再現可能。鞘に収納可能な長刀、ガーベラストレートや爆風ヘッド、シールドやビームライフルなど、多彩なオプションパーツが付属。HG、ガンダムシュバルゼッテ、発売2023年7月、税込み2090円。多彩な形態を再現可能な多目的攻防プラットフォームガーディアンが付属。機体背部に装着が可能。ガーディアン内部のシェルユニットはプラスチックシールで再現。首、腰部のボールジョイントは空間を設けた構造で前後傾の姿勢にも対応。左の開き手が付属。RG、ガンダムエクシア、発売2014年4月、税込み2750円。 GN ドライブは脱着可能。 GN コード、GN コンデンサー、GN 粒子供給コードをリアルに再現。開発コードのセブンソードの由来となった7つの剣、そしてシールドが付属。 GN ソードの刃の部分はメッキパーツを採用。マスターグレード、フルアーマーユニコーンガンダム、バージョンカトキ、発売2011年12月、税込み8800円。ビームライフル、バズーカ、ハンドグレネードなど付属する武器は全9種27アイテム。背部の巨大スラスターを支えるサポートスタンド付属、94式ベースジャバーを再現可能。アクションベース2ブラック、発売2007年6月、税込み495円。144分の1スケールに最適なサイズ感で、メカモールドの入った台座は連結可能。キットを取り付ける支柱は高さや向きの調節可能。アクションベース1とも連動、支柱を取り外し、アクションベース1にジョイント可能。30ミニッツシスターズ、ティアーシャ、発売2021年9月、税込み2530円。ティアーシャ本体のほか、担保印刷のフェイスパーツは3種類が付属。剣や盾を中心とした武装も付属。30ミニッツシスターズ、オプションパーツセット8、スカウトコスチューム、カラー C、発売2023年8月、税込み1650円。胴体部のオプションボディに加え、ピンクのミディアムヘアスタイルパーツとヘッドギア、耳パーツ、さらに無印刷のフェイスパーツと頭部パーツもそれぞれ2つずつ付属。30ミニッツシスターズ、オプションパーツセット10、リーパーアーマー、発売2023年9月、税込み880円。大型の鎌、ハサミであるシザー、剣がセットになった武器セット。シザーは分離して2本の刀としても装備可能。大型剣の刀身は接続ジョイントを使用することで、尻尾アーマーとして背部に装着可能。シリーズ共通の汎用ジョイントランナーと太ももパーツ、30ミニッツミッションズ、脚部接続パーツが付属。30ミニッツシスターズ、オプションボディーパーツ、タイプ A03、カラー C、発売2023年5月、税込み880円。ルルチェ、シアナーマルシアと同じボディサイズ、同じ肌の色で、フィギュアライズスタンダード、スレッタマーキュリーにも、他のアームパーツ、レッグパーツを使用すれば取り付け可能。ここから2024年6月20日木曜日、再販予定です。HG、グフカスタム、箱番号117番、発売2010年11月、税込み1760円。最大の特徴である豊富な武器が付属。ヒートロッドはリード戦で再現し、シールドは複雑な分割を再現。手首パーツも豊富に付属。 HG、ゼータガンダム、箱番号203番、発売2017年4月、税込み1980円。各形態におけるベストなプロポーションとウェーブライダーへの差し替え変形機構を採用するという制約の中で、可動も追求。大型のハイパーメガランチャーなど敵中で使用した多彩な武装が付属。 HG キュベレイ、箱番号195番、発売2015年12月、税込み1980円。二重関節採用のフレキシブルショルダーバインダーや引き出し式の肘部など、
広い可動域で劇中のポージングが自由に再現可能。ビームサーベルのパーツはビームガン発射エフェクトとしても使用可能。ファンネルも付属。HGDO 箱番号211番、発売2018年5月、税込み1100円。頭部メインカメラにはクリアパーツが採用され、シールなし、成型色のみで6色の色分けが可能。ドラムガン、ビームサーベル、シールドが付属。HG、マイティストライクフリーダムガンダム、発売2024年5月、税込み2970円。両足の股関節の接続軸が個別で上下にスイング可動。ゴールド部分は金属光沢感をアップさせたリアルメタリックグロスインジェクションを。発光表現は 3D メタリックシールを採用。プラウドディフェンダーは単体でディスプレイ可能。靴の御霊の刃は質感の違う2種類の表面仕上げ。機体部キャノンの開放状態をパーツの差し替えで再現。ヨーブレールガンは展開して一斉射撃状態を再現。ビームサーベルやビームシールドなど豊富な武装のほか、ビームサーベルの連結用グリップも付属。マスターグレード、グフ、バージョン 2.0、発売2009年5月、税込み4180円。内部構造の一部をマスターグレード、ザク 2J 型、バージョン 2.0 と共有し、ザクの改良強化型という設定を再現。サイドアーマーはフロントアーマーの動きと連動し、後方へスライド稼働。動力パイプはさらなる組みやすさを追求した方式に変更。ヒートロッドは球体ジョイントによる連結構造で再現。同スケールのランバラル、クラウレハモンのフィギュアが付属。マスターグレード SD、フリーダムガンダム、発売2023年1月、税込み4290円。全高約 115mm、 新技術のリアルメタリックグロスインジェクションやリフレクションカットを採用。頭部は3軸で顎引き、顔の突き出しが可能。胴体内臓の可動軸で左右スイング、前傾、後傾を実現。股関節や肩接続部はスイング機構を搭載。前腕は延長ギミックで深く曲げることができ、足曲げは膝アーマーや膝裏バーニアが連動し、つま先可動で自然な膝立ちも実現。カスタマイズマテリアル、チェーンパーツ、マルチジョイント、発売2023年3月、税込み660円。30ミニッツミッションズ、スピナティオ、ナイト仕様、発売2022年11月、税込み1628円。ナイト仕様ならではの武器や着脱可能なアーマーが付属。ソードはシールドに収納、背部に取り付け可能で、付属するグリップパーツを使えば、他の機体でもシールドを装着可能。30ミニッツミッションズ、アチェルビー、タイプ C、発売2024年2月、税込み1958円。30ミニッツミッションズと30ミニッツシスターズの中間のような構造で、双方のフェイスパーツ、腕部、脚部が双方に取り付け可能。サブマシンガンはビームソード部分が分離。頭部バイザーは差し替えで上下に調整可能。頭部背面のバインダーを左右に展開することでシルエットが変化。30ミニッツシスターズ、オプションパーツセット12、リーパーコスチューム、発売2024年3月、税込み1650円。胴体部のオプションボディに加え、ピンクのミディアムヘアスタイルパーツとヘッドギア、コウモリ型のパーツ。通常頭部パーツ2つと無印刷のフェイスパーツが口閉じ状態、口開き状態の2種類付属。胸部パーツは新規造形パーツだけでなく、従来形状のパーツも付属。ここから2024年6月22日土曜日、新発売です。30ミニッツシスターズ、エリエネーリエリカ、エレガンテフォーム、発売2024年6月、税込み3850円。肌の色はカラービーで、通常、笑顔、狙いの3種の担保印刷表情パーツが付属。翼は多軸可動し、組み替えて大型のボウガンへの変形が可能。矢のシャフトには金属パーツを使用して質感を表現。台座も付属し、浮遊感あるディスプレイが可能。30ミニッツシスターズ、オプションボディパーツ、ビヨンドザブルースカイ1、カラービー、発売2024年6月、税込み2420円。キアーシャや同月新発売のエリエネーリエリカと同じ素体色で、胸元のハートはプラスチックシールでクリアな質感を、スカートは模様をプリントしたシートで波打った形状を表現。マイクやマイク用のハンドパーツのほか、桜木マノや大崎アマナには付属しない大きさの異なる胸部パーツ2種。長さの異なる太ももパーツも付属。ここから2024年6月24日月曜日、再販予定です。HG、ジム、箱番号20番、発売2001年4月、税込み770円。
表情のついた左手首で魅力的なポージングが可能。ジムのパイロットで唯一名前がついているのがシンで、第36話の前半に登場します。一度チェックしてみてくださいね。HG ゴック箱番号8番発売2000年3月税込み880円。腕パーツの差し替えにより水中巡航形態が可能。腕の多関節機構にはボールジョイントを採用し、アイアンネイルや頭部も可動。頭頂部フリージヤード入れ口、腹部レガ粒子砲入れ口を精密に再現。 HG 陸戦型ガンダム箱番号210番、発売2018年4月、税込み1870円。スムーズな膝立ちや銃の両手持ちが可能となり、射撃ポーズの再現度が向上。シールドを立てた劇中の印象的なポーズも再現可能。 180mm キャノンは差し替えでウェポンコンテナに収納できるほか、豊富な武装が付属。HG ニューガンダム箱番号86番、発売2008年3月、税込み2750円。全てのパーツは後はめ可能。パーツの合わせ目が露出しない構造を採用。関節強度向上のために新型ポリキャップを導入し、ポージングの安定性も向上。バーニアやアポジモーターなど細部のディテールも徹底再現。ピンファンネルも付属。 HG ユニコーンガンダム2号機バンシーデストロイモード箱番号134番、発売2012年1月、税込み1980円。マリーダクルスが登場し、上空から襲いかかる。 HG で変形機構を持たないがゆえの劇中さながらの美しいシルエットを実現。アームドアーマー VN やアームドアーマー BS が付属。 HG ユニコーンガンダム2号機バンシーノルンデストロイモード箱番号175番、発売2014年3月、税込み2200円。アームドアーマー DE や XC の展開状態を再現。ビームマグナム、リボルビングランチャーなど特徴的な武装のディティール形状をリアルに再現し、ビーム10手射出形態も再現。 HG クシャトリア箱番号99番、発売2009年10月、税込み4950円。 HG にして全高 155mm バインダーを含めて 200mm 近い大きさを誇る。4機の超大型バインダーはそれぞれ自由に稼働。さらにポーズ固定のため基部の一部にロック機構を採用。バインダー裏には大型バーニア2機、ファンネル6機が収納でき、隔週でも再現。 HG V2 アサルトバスターガンダム箱番号189番、発売2015年5月、税込み2200円。 V2 コアファイターが付属し、メガビームライフル、メガビームキャノン、メガビームシールドなど非常に多彩な武装が付属。組み替えによりアサルト、バスター、アサルトバスターの3形態を再現可能。 HG ガンダムアストレイブルーフレームセカンド L 発売2013年5月、税込み1870円。ソードフォーム、フライトフォーム、ガトリングフォームの3形態への変形を再現。専用台座が付属し、大きな剣も片手持ちでのディスプレイが可能。アーマーシュナイダーが2本付属。 HG ガンダムアストレイゴールドフレーム雨摘みな発売2013年9月、税込み1980円。バックパックの展開によりボリューム感のあるダイナミックなポージングを再現。攻防一体の盾であるトリケロスカイ、展開式クローのツムハノたち、敵のエネルギーを奪うマガノイクたちなど各種武装をギミック満載で再現。 HG ガンダムバルバトス発売2015年10月、税込み1100円。劇中に登場する第1形態と第4形態を再現できるコンパチ仕様。メイスやタチといった劇中に登場するウェポンも付属。ちなみに初回生産分にはガンダムトライエイジの金箔仕様のプロモーションカード、ガンダムバルバトスと三日月オーガスが付属していました。HG ガンダムミラール発売2016年12月、税込み1320円。特徴的なサーベルやライフル、ハンドガン2丁と付属装備も充実。バーストサーベルの刃と柄は分離可能で、柄とライフルはサイドアーマーにマウント可能。足部ハンターエッジが展開。 HG ガンダムキマリスビダール発売2017年3月、税込み1540円。大型のドリルランスや腰にマウント可能な刀を装備し、膝部のドリルニーの刃パーツが付属。背部サブアームはフレキシブルに稼働。シールドの差し替えによりドリルランス発射形態を再現可能。ガンダムデカールナンバー103機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ汎用1発売2017年6月、税込み440円。流星号、大連号、鉄火団、CGS 3番組のエンブレムなどが付属。
ガンダムデカールナンバー104機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ汎用に発売2017年6月税込み440円。ギャラルホルン、パリロ家、ボードビン家、エリオン家、ファルク家、バクラザン家、イシュー家、クジャン家のエンブレムなどが付属。リアルグレードガンダムマーク2エウーゴ仕様発売2012年5月税込み2750円。コクピットハッチは開閉し、バックパックや膝裏関節の伝達パイプは布製パーツで質感豊かに再現。 RG シナンジュ発売2016年8月税込み4180円。背面のフレキシブルスラスターは内部メカを見せながら開閉可能。金色のエングレービングはメッキ加工で、ベースとなる赤はクロスインヘクションでそれぞれ質感を表現。 RG ウィングガンダムゼロエンドレスワルツ発売2014年12月税込み2750円。大気圏突入時の耐熱と機体防御を考慮し、翼の走行構造を羽状モールドで表現。翼の可動機構やより鳥の翼に近い3次元的な可動と曲線形状と、フレーム部のみでも可動可能なゼロフレームを再現。ツインバスターライフル合体も可能。マスターグレードドム発売2022年2月税込み5500円。初期版に対し腕部の形状や関節機構を変更してジャイアントバツの構えがスムーズに決まるほか、股関節や足などの形状変更等でかがんだポージングをさらに美しく再現。ジャイアントバズ、ヒートサーベルのほか、リックドムには付属しない夜景天罰、シュツルムファウスト、90mm マシンガンと交換マガジンが付属。マスターグレード、サザビー、バージョンカトキ、発売2013年12月、税込み9900円。無塗装でも金属の質感が得られる素材をシルバーフレームに採用。ファンネルコンテナハッチは開閉可能で、6機のファンネルは着脱式。アポジモーターのカバーは展開可能。ビームショットライフル、シールド、ビームトマホーク、ビームサーベルに加え、ロングライフルも付属。エモーションマニュピュレーター SP で指の全関節が可動。マスターグレードダブルオークアンタ発売2010年11月税込み4950円。ソードギミックの合体分離ギミックを完全再現。 GN シールドのビット発射形態を新機構として採用。マスターグレードならではのパネルラインモールドの再現。各部レンズはクリアで鮮やかに再現。マスターグレードダブルオーライザー発売2011年5月税込み7150円。ダブルオーガンダム本体だけでなく、オーライザーの一部にも内部フレーム構造を採用。コクピットブロックのハッチオープンが可能。オーライザーバインダーの開閉ギミックを再現。 LED ユニットで GN 粒子発光状態を再現。 GN シールドや GN ソード2、GN ビームサーベルなどの付属武装は新たにデザイン。粒子貯蔵タンクも付属。マスターグレードガンダムバーチェ発売2021年11月税込み8800円。最大の特徴でもあるガンダムナドレーの完走を実現。両肩部の GN キャノンは方針が伸縮、機体上部へ移動させ攻撃形態も再現。ナドレ専用のシールド、 GN ビームライフル、エフェクト、 GN ドライブ、太陽炉のほか、同スケールのティエリアのフィギュアがパイロットスーツ、ドレス姿の2種類付属。パーフェクトグレードガンダムエクシア発売2017年12月税込み19800円。太陽炉 GN ドライブに着目し、 GN 粒子が全身に伝達していく機構を徹底交渉。そこから導き出したデザインアレンジと内部フレーム構造を具現化。メタリックシールを採用し、光の反射によって発光箇所を表現。発光には別売り税込み15400円の LED ユニットが必要です。アクションベース2グレー発売2007年7月税込み495円。144分の1スケールに最適なサイズ感で、メカモールドの入った台座は連結可能。キットを取り付ける支柱は高さや向きの調節可能。アクションベース1とも連動、支柱を取り外しアクションベース1にジョイント可能。アクションベース6クリアカラー発売2022年10月税込み660円。144分の1スケールや30ミニッツシスターズなど小柄なプラモデルのディスプレイに最適で、2セット同梱。3本組の支柱パーツが2セット付属。先端は軸接続のジョイントと C 型アームの選択式。カスタマイズマテリアル 3D メタリックシールに発売2024年1月税込み528円。メタリックレイヤーを挟み込んだ立体感のあるプラスチックシール。カラーはパープル、ブルー、シルバーの3色。貼り付けるだけで簡単にセンサーやレンズ等の発光イメージの演出が可能。
SD ガンダム EX スタンダードニューガンダム発売2020年12月税込み660円ビームライフル、ビームサーベル、シールドが付属各所に 3mm ジョイントを搭載し HG シリーズとの互換性を備えパーツ交換によるカスタマイズが可能。 SD ガンダム EX スタンダードサザビー発売2020年12月税込み660円ビームショットライフル、ビームトマホーク、シールドが付属、各所に 3mm ジョイントを搭載し、HG シリーズとの互換性を備え、パーツ交換によるカスタマイズが可能。SD ガンダム EX スタンダード、ガンダムエアリアル、発売2022年10月、税込み660円。ビームライフル、ビームサーベル、シールドが付属、ライフルは背中に、シールドは分離させて、本体肩に接続可能。HG シリーズとの互換性を備え、パーツ交換によるカスタマイズが可能。SD ガンダムワールドヒーローズ、スペリオルストライクフリーダムドラゴン、発売2023年1月、税込み1320円。SD ガンダムワールドヒーローズ、オルタナティブジャスティス、インフィニットドラゴン、発売2023年2月、税込み1320円。HG、アンプリファイド IMGN、UO 丸、発売2024年5月、税込み6600円。迫力の全高約 170mm で、鳳凰形態への変形が可能。機体各所のゴールドメッキはマットな仕上がりで高級感を演出。ゴールドメッキの頭身に 3D メタリックシールで文様を再現した放流拳。鳳凰形態用の開閉ギミックを搭載し、放流拳の収納も可能なシースシールド、ペットシート製のエフェクトディスプレイ用台座が付属。30ミニッツミッションズ、スピナティア、コマンド仕様、発売2022年3月、税込み1408円。30ミニッツミッションズ、プロベデル、発売2023年7月、税込み4400円。30ミニッツミッションズ史上最大スケールの全高約 200mm、ライドオン形態ではバックパックとワニスチューブをつないで別売り、既存キャラの登場が可能。付属の大型武器は分解して登場部への接続が可能。3mm C タイプの各ジョイント、ディテールカバーパーツ等のマルチジョイントがセットになったランナーが付属。30ミニッツミッションズ、エグザビークル、タンクバージョン、オリーブドラブ、発売2020年7月、税込み858円、タンク形態のほか、各機体と組み合わせて、ビークル形態を再現可能。30ミニッツミッションズ、エグザビークル、小型量産機バージョン、発売2021年12月、税込み858円、シリーズ初のコックピットパーツが付属。30ミニッツミッションズ、エグザビークル、ティルトローラーバージョン、発売2023年9月、税込み1078円。既存のアイテムに接続し、飛行演出が可能。本商品を2セット組み合わせれば、ドローンモードも表現可能。チェーンガンを内蔵し、引き出し、回転が可能で、分解すればカスタマイズパーツとしても使用可能。30ミニッツミッションズ、オプションパーツセットに、発売2020年3月、税込み660円。ロケットランチャー、サイルポッド、スモークディスチャージャー、追加ブースター、爆発反応装甲、サイドアーマー、脚部延長パーツ、フック、各種共通ジョイントが付属。30ミニッツミッションズ、オプションパーツセット9、大型ブースターユニット、発売2022年8月、税込み858円。30ミニッツミッションズ、マルチブースターユニット、発売2019年8月、税込み660円。レッグユニット左右のマルチブースターユニット。30ミニッツミッションズ、カスタマイズウェポンズ、ヘビーウェポン1、発売2023年8月、税込み968円。バックパックにはキャノン、ミサイルポットを接続可能。ミサイルポットは付属のジョイントを使用して縦連結。別売り商品を組み合わせれば、中央連結も可能。大型ソードはハンドブレード、ショートアックスに分割。大型シールドには別売りのプロベデルの武装を収納可能。30ミニッツシスターズ、桜木マノ、発売2023年10月、税込み4180円。タンポ印刷の表情パーツ3種が付属。前髪はパーツ交換で髪飾りのない状態を再現可能。胸元のハートはプラスチックシールでクリアな質感を、スカートは模様をプリントしたシートで波打った形状を表現。一部パーツにはラメ入りのスモーククリア素材を採用。マイクやマイク用ハンドパーツも付属。30ミニッツシスターズ、オプションパーツセット7、イビルコスチューム、カラー A、発売2023年3月、税込み1650円。胴体部のオプションボディに加え、パープルのミディアムヘアスタイルパーツと角パーツ、
さらに無印刷のフェイスパーツと頭部パーツはそれぞれ2つずつ付属。サーティーミニッツシスターズオプションボディーパーツタイプ S04 カラー C 発売2023年6月、税込み880円。ボディサイズはルルチェ、シアナーマルシアのタイプ A よりも少し大きく、ビシェッタなどのタイプ G よりも小さい中間サイズ。ルルチェ、シアナーマルシアと同じ肌の色で、フィギュアライズスタンダード。スレッタマーキュリーにも他のアームパーツ、レッグパーツを使用すれば取り付け可能。サーティーミニッツシスターズオプションハンドパーツホワイトブラック発売2022年1月、税込み660円。白と黒のそれぞれ4種のハンドパーツに加え、カラー A の後頭部パーツ、左右可動と前後可動の首パーツも付属。ここから2024年6月27日木曜日再販予定です。 HG ジャンシュトローム、アグネス、リーベンラート専用機、箱番号247番、発売2024年4月、税込み3190円。肩アーマー接続部のスライド機構により腕部の可動域を拡大。ビームアックスは付属の格納用グリップの差し替えで腰部へマウント可能。胸部アーマーを展開し、ガトリングパーツを差し込むことでガトリングの展開状態を再現可能。不安に装備可能なヒートロッドパーツ、シールドに取り付け可能なエフェクトパーツが付属。RG ガンダムアストレイレッドフレーム発売2015年8月、税込み2750円。人体の筋肉の動きをイメージさせる内部フレームと外部装甲がスライドしながら伸縮する連動可動ギミックを採用。特徴的な武器見本刀ガーベラストレートにはシルバーメッキを施し、刀身の刃文まで表現。ビームライフル、ビームサーベル、シールドも装備。マスターグレードシナンジュ発売2013年3月、税込み8250円。骨格フレームの素材は ABS 樹脂から塗装可能な PS 素材に変更。劇中でも使用したシナンジュバズーカが付属し、砲身には伸縮ギミックを搭載。パーフェクトグレードガンダムアストレイレッドフレーム発売2009年3月、税込み19800円。膝の可動とアーマーの連動ギミックはまさにアストレイの真骨頂ともいえる機構。スネフレームの伸縮とひねりも再現。頭部カメラアイは別売り電池で発光。コクピットシートのスライド機構も再現。ガーベラストレート、ビームライフル、ビームサーベル、ビームシールド60分の1のローギュールのフィギュアが付属。機体解説書やオリジナル漫画も付属。ちなみにガーベラストレートは日本語に訳すと菊一文字です。アクションベース1ブラック発売2006年1月、税込み605円。アーム部分が伸縮し高さ調整が可能。ジョイント基部の角度調整が可能。ジョイントパーツは根元より取り外して水平方向に回転可能。レース同士を複数連結することで自由度の高い飾り付けが楽しめる。多彩なジョイントパーツも付属。RG エヴァンゲリオンマーク6発売2021年6月、税込み5280円。アンテナ、頭部の球体、瞳の色分けをインサート成形により再現。劇中で印象深いカシウスの槍を新規造形にて再現。頭部にいただく降臨はペット素材を採用し再現。ここから2024年6月29日土曜日新発売です。HG インフィニットジャスティスガンダム2式発売2024年6月、税込み3080円。脚部に回転軸を追加し足のしなりを表現。4枚のウイングは個別で上下に展開しビームエフェクトが付属。シルバー部分には金属光沢感をアップさせたリアルメタリッククロスインジェクションを採用。頭頂部に取り付け可能なエフェクトパーツが付属。シールドのビームブーメランは取り外して手にも保持可能。オプションパーツセットガンプラゼロにランチャーストライカー&ソードストライカー発売2024年6月、税込み1210円。完全新規造形で別売りのエントリーグレードストライクガンダムなどと組み合わせてランチャーストライクガンダム、ソードストライクガンダム、さらにオプションパーツセットガンプラ01エールストライカーを組み合わせてパーフェクトストライクガンダムを再現可能。キットに応じて選べるジョイントパーツが付属。オプションパーツセットガンプラ03ビルドハンズ角型発売2024年6月、税込み660円。左右 SML の3サイズ、平手、武器持ち手、拳手の3パターンを収容。写真は各1セット分計18個ですが、実際はさらにもう1セット分の36個が付属します。オプションパーツセットガンプラ04ビルドハンズ丸型発売2024年6月、税込み660円。左右 SML の3サイズ、
平手、抜き持ち手、拳手の3パターンを収容。写真は各1セット分、計18個ですが、実際はさらにもう1セット分の36個が付属します。マスターグレード、シナンジュスタイン、ナラティブバージョン、バージョン過渡期、発売2024年6月、税込み8800円。エングレービングはパーツ分割で色分けを再現。ビームアックスは連結して長大なビームなぎなたとして装備でき、シールドに装着したままビームパーツの展開も可能。ハンドパーツにはエモーションマニピュレーター SP を採用。ゾルタン・アッカネンのフィギュアは座り、立ちの2種が付属。SD ガンダム、クロスシルエット、ガンダムキャリバーン、発売2024年6月、税込み1980円。ハンドパーツは武器持ち用の握り手、表情付き平手が左右付属、ビットステーブを全身に装着するビットオンフォームも再現。バリアブルロッドライフル後端のクアドラスラスターは開閉可能。可動箇所を設けた脚部はハイマニューバモードに変形可能。バーメットスコア5を表現した赤いシルユニットも選択式のシールで再現。以上、2024年6月新発売91アイテムと再販120アイテムのご紹介でした。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃんねーん。